はい、プロ育成コーヒー塾のヨルです。今日はコーヒーの賞味期限みたいな話をしてみようかなと思うんです。賞味期限、ちょっと言葉いろいろあると思うんですが、まあ、コーヒーはですね、腐るものではないので、いつまでたっても別に飲めないことではないと思うんですけれども、じゃあいつまでが美味しく飲めるのっていう話になった時に、まず一つの基準としては、まず焙煎、焙煎というのはこう木豆の、これ最初は緑色っぽい色してんですけども、それをガーッとこう茶色いね、いったことによってこういう茶色い色になった状態、この日から、コーヒーにするまで、コーヒーという飲み物にするまで、ここの日にちのことね、収穫からとかじゃなくて、焙煎してからどのくらい経過しているかっていうことを基準に考えますね。で、豆の状態、こういう豆の状態ね、豆の状態で保管するのか、粉の状態で保管するのかによって全然持ちが違いますよっていうことです。答えから言うとですね、非常に難しいんですけどね、技術的な問題も含めて入ってくるので、粉の場合は難しい、2週間っていうふうに僕は習ったんですよ、ね、で豆はどうっていうと1ヶ月って習ったんですね、僕が教わった時には先生から1ヶ月と2週間、本当はもっと違うかな。僕の今の考え方でいくと、豆の状態はそうだな、美味しく出せるの1ヶ月半ぐらいかな、ちょっとギリギリかな。粉の場合は1週間ぐらいかな。なんでこんな違うかって言いますと、こういう豆、空気に触れているところからどんどんとガスが抜けていきます。シャーッと抜けてきます。ガスが抜けるということは味を抽出する道具、材料が減ることになりますし、これは香りなので香りがどんどんと飛んでちゃうわけですよ、なくなっちゃうわけですよ。なので、豆で保管している場合、この外側ね、外側が空気に触れているので、ここからどんどんと、必要な成分ガスが抜けていっちゃうっていうことですね。さて、ではこれを粉にするとどうなるかというと、これちょっと数えたことないんですけど、例えば1個の豆粒、コーヒー豆の粒がそうだな、40粒の粉にもしなってたとすると、表面積は簡単に単純に考えるとこれ40倍でいいのかな、もっとかな、もっとかな、まあ、40倍になったとするっていうことは、ガスも40倍早く抜けるってことですね。40倍早く空気に触れる場所が増えるから40倍早くガスが抜けちゃうしっていう話。そうすると早く劣化するの分かりますよね。まあ劣化って言い方かどうか分かんないですけど、40倍早くガスが抜けちゃうので出しにくくなります。なので、まあ粉にしたら早く飲みましょう、これが答えです。なのでご家庭でコーヒーを入れられる時に、引いてもらって買ってみる人ね、は本当に1週間ぐらいで飲み切れる分を買った方がいいですし、まあこの豆の方でもね、技術があれば1ヶ月半ぐらい出ます。だけどご家庭だったら3週間ぐらいまでには消費できるような感じがいいかな。まあここに最初1ヶ月かけましたけど、まあ、1ヶ月以内には全部消費できる量だけ買った方がいいと思います。そうすればいつも美味しいものが飲めるので、たくさん買って保管してっていうことよりもこっちの方がいいかなと思います。ね、この理屈分かりますよね。はい、こんな感じです。お願いします。